直接フリーキックの蹴り方やっていきたいと思います、はい、倒しつつ狙いを定めて、はい、四角ボタンで四角ボタン押したらあのポインターは固定されるのでいやポインターが固定されるまでこの左スティックで位置を決めてあげると。基本的にここフリーキックではゲージの強さでボールの威力が変わるっていう認識ですね、はいはい、でここでもう一個補足なんですけど、はい、でも無回転ボール蹴りますね今から。おお、ブレ玉って言われる、はい、いわゆるのも蹴れたりします。それってどうやって無回転とかそうやってできるようになるんですか。これは森崎さんが第二苦手の右スティックです。右スティック出たなんで例えばトップスピンを蹴りたいとこのゲージ溜まってるこの間に入力しなきゃいけない。あ、そういうことか。難しい。今回とりあえずこの枠内にこの調整して持っていくっていうところだけ、うんうん、そうそう、まずは森崎さん、はい、やってください。じゃあ、はい、それではじゃあお願いします、はい、フリーキックの練習をしたいと思います。両両は同じです。難しい。あ、やばそこでピタッと止めるように、本当に細かいタッチが必要になりますね。そうなんですよね。そこだと、あ、その辺ででも逆にいいかもしれないです。ちょっと正面すぎますねっていう感じで、フリーキック難しいんですよ。細かいタッチがマジ難しいですね。次のレッスンに参りましょうか、はい、直接フリーキックはこんな感じで切ります。はい、わかりました。いう紹介でした。